はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら京都のね、ここ、高尾パークウェイに来ています。2020年、オールホンダカーズ、京都オフ会ということでね、あのホンダの車のオフ会に今日は参加しております。では早速見てみましょう。あ、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。あの今回あの、主催者のなっかんさんです。なっかんです、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なっかんさんのヒットこれですよね。ありがとうございます。あの私の、チャンネルを見ていただいてご購入ということで、いや、ありがとうございます。あの今日は晴れて良かったですよね。本当ですね、もう雨かと思ってましたけど、はい、まあね、曇りでも良かったんですけど、はい、晴れ間も出てきまして、もう本当助かっております。じゃあちょっとざっと見ていきましょうか。よろしくお願いします。いや、すごいですね。あの今これで60台ぐらいまだ集まってないぐらいですかね。そうですね、まだまだ来られるとは思うんですけど、ね。はい、やっぱフィットが多いですよね。フィット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 、ね。あ、ポルシェが入ってきた。フィット RS、 すごい。タイプ R2 台も来てますね。すごい、お金持ちがいっぱいいますね。あ、違う、こっちはハッチバックや。これすごいですね。これガルウィング。これちょっとなんか猫とか猫を住みそうなスペースを設けてますね。すごい、ガルウィングなってる。この辺のシークタイプ R でも今もう安くなってるんですかね。ちょっと気になるところですけど、 RSで、これさっきね、あの、取材したモデューロスタイルの方ですね。はい、これなかなか見ないですよね、意外と。割と少ないですね。はい、割と少ないですよね。わぁ、すごい。これ、色がかっこいい。フリードもここまでしたら、なんか、すごいやんちゃな感じしますね。すごいですよね。屋根がマットブラック。なっかんさんのフィットハイブリッドということで、いや、これちょっと、ウルトラマン的な、ウルトラマンフェイスになってますよね。カッティングシートで、これ自分で。そうですね、こういうのテープがありまして、はい、でそのテープを、まあ、貼りまくって。貼りまくって、はい、っていうか、これシルバーになってますね、表面。これはね、この部分だけかぶせてるんですけど、はい、かぶせてるんですね、上から。まあ、これは手製で貼ったり、はい、あ、こうシルバーのメッキのカッティングを自分で切って。結構ついてますね、ここジャズ、ね、ジャズも入ってますね。これも貼ってるだけなんですね。これがなんかサイズが合わなくて自分で切って詰めたみたいな。詰めてもう、はい、合わせて。これなんかえらいやんちゃなオイル。オークションで。あ、オークションで、はい、いくらぐらいで買えるんですか。4本で2万5000円。安い、安い。めっちゃ安いでしょ。それお買い得ですね。でしょ。これ17インチか。すごい。メッキ好きなんですね。ええ、これね、夜になったら光るんです。これ光るんですか。え、これウィンカー、あれちゃうわ、ウィンカーここですもんね。ソーラーで充電しまして、はいはい、夜日が暮れたらもう振動で光るようになってます。あ、振動で。はい。そんなものは。え、ちなみに何色に光るんですか。赤、緑、青で、最後はもうレインボーのように。あら、まあ、ちょっとデコトラ風の。はい、あ、なんか内装やばないですか。あれ、すごい内装。内装は、なんかタイプ R 的な感じになってますよ。こんだけ触ったら結構お金いってんちゃうんですか、これ。割とね、けど安上がりでやってますよ。すごい。ちょっと中取らしてもらいます。はい、こんなんも、こんなんもなんか、そうですね、これも、ね、エラ的な、はい、はい、結構つけてる人多いですけど、いや、こんなパーツ、よう探しますよね。あとはもう自分で貼って貼って。タイプ R だ、みんな大好き、タイプ R。これ、元は S パケなんですか。これ S です、はい。そうですよね、これ、ここが、この羽が、あららあら、やられちゃった。あらま。
これすごいですね。これなんかやばいんちゃいます、これ光らしたら。これね、結構これも安上がりで結構ね、あのインパクトの強いのにしましたね。右2本だけ廃棄するっていうやつですけど。こっちはもう完全なダミーと。もうダミーなんですけどね。じゃあ裏はつながって、一応つながってるんですか。いや裏もね、ここで切れてるんです。そうですね、右だけつながってまして、左はもうその辺であのちょん切れてる状態なんです。ここは完全に、ああどっかでちょん切れてるんですね、はい、ちょっとしたお土産コーナー発見。これあれなんですよね。これ回したら光る、だから光る感じ、光るやつですね。いいかもしれん。ちょっとホイールによって入るかどうか。ああそうなんですね。私の入らなかったんで。これ500円です。これ500円。ここオール、あほんまや、オール500円。えこれもですか。これも、私一回使っちゃってるんで。あほんま車内のよくよくポチッと押すやつや。あ、ジェイズさんのところの。これ黒エンブレム。これホンダの今の新型フィットのオプションのやつ。これも、これは、1個500円。あ、いいですよ、2つとも2つで。そうですか。じゃあすいません。はい。じゃあ、500円、すいません。これもワンセットで500円。あ、まあ、ワンセットで。これも買おうかな。これもいいですか。いいですよ。あ、じゃあ、1000円。ありがとうございます。チャリン。このフィットちゃんをね、乗ってる方が今販売してたということで、やっぱ青色映えますよね、フィットってね。ここも変わっちゃってるんですね。あ、そこも変わってますね。結構これ、たまに見えも、見ますわ。そうですね、最近増えてて。いや、皆さんすごい凝って、パーツつけてるなと思いますね。本当だ、船が、バス釣りをし張る感じなんですね。船釣り。魚飼うのが好きで。あ、こういうところにも、ほんまや、隠れミッキー的な、隠れ船。ほんまや、船って書いてる。船。これなんか早いんか遅いんかわからんけど。まあ、みずみずしい感じがするかな。船エンブレム初めて見ましたね。みんなは技はつけてるんですけど。そうですね。ほんまや、名前が青い船さん。ミンカラカンチューンでやっております。うわ、青くなった。あ、ほんまや、青色や。これを割るんですか。そうです。一回外して、で、今度は分解して、自作でやるってことですか。そうです。あ、でもちょっと自作っぽい。ちょっとだけ、ちょっとだけこう、グルガン的ななんか、ちょっとだけ。すごい、何でもやろうと思ったらできるんですね。おお、トゥルントゥルンしてる、トゥルントゥルン。イコライザー的な。わ、すごい、もう徹底して青いですね。わ、すごいすごい。マスクまで、そういや、青いですね。なのにホイールは赤い。なんとかね、雨も耐えて、今回の2020年オールホンダカーズ京都オフ会ということで、この辺で帰ります。チャンネル登録まだの方は、ぜひともよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお忘れずに。はい、というわけで2020年オールホンダカーズ京都オフ会でした。じゃあね、バーイ。